さらに突き放します。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。突破して自分が打ちやすい形に持っていく、はい、これができればゴールの確率も上がってきますからね。そうですね、基本的なことですけども、これができるっていうのはすごいですよね。